久保さん、トランプ大統領、アカウント凍結したんですね。全然知らないっす。全然知らないっす。東京オリンピック決まったんですね。全然知らないっす。僕ダメっすね。ニュース全然見てないから分かんないっすね。ニュースはね、自分で見に行かないのわ分かんないんで。そう。まあ、久保ニュースですね。 億万長者合宿で言ってた久保ニュース <laughs>。久保さんのニュースが第一次情報になるっていう。まあ、今回は、あのー、何しようかな。うん。ビビ、ビビる場所を変えろか。ビビる場所を変えろって感じですかね。ビビる場所まあどういうことかっていうと、あのー、みんな発信にビビってるんですよ。再生数ゼロのように、 こんな動画アップしていいのかなとか、うん、これでいいのかなみたいなビビるわけですよ。最初アップしても再生数0とか1なのにビビってるんですね。で、まあ今回ですかね、緊急事態が発生、発生して東京も1000人超えたのかなまあそれはみ、あの知りました、久保さん <laughs>。もうね、あの、わかるとは思いますけど <laughs>、あの、 や、やば、ビビった方がいいですよ。そろそろ。何にビビった方がいいかっていうと、あの、経済回ってないし、あなんだ、自分は大丈夫というか、まあそういう部分だったりとか、なんだろうな、まあ、自分で稼げないっていう <laughs>、自分で稼げない、稼げるスキルがない、発信力がないっていうところにビビった方がいいと思いますね。 だって、あれじゃないですか。あの、在宅ワークできる仕事だったらいいけど、在宅ワークできない仕事を務めてたらどうするんすかって話で。<laughs> うん。まだその、ロックダウンとかもね、あの、海外ではロックダウンだ、言うてね、やってる国いっぱいありますけど、日本やってないんですよ。やるかもしれないですよ。<laughs> だって去年に比べて、もう感染者増えてますからね。数字的に見て。 うんまあ、コロナ感染慣れしてる部分があると思うんで、ニュース慣れしてるところがあると思うんで、まあ、昔に比べるとビビりは少なくなってるかもしれないですけど、あの生活にビビった方がいいと思いますね、この先、まあ。久保さんと僕なんかは申し訳ないですけど、家から一歩も出なくてもお金稼げるんで、もはやってか家から一歩も出,出,出ないやり方ですからね。カメラに向かって喋ってるだけですから。 だからそのビビる場所を変えた方がいいと思います。本当に。発信、今日発信していない、うんそこにビビってほしいですね。そろそろ。いってらっしゃい。